こんにちは、荒木和弘です。令和3年10月21日木曜日のショートメッセージをお送りします。今日お話しするのは選挙の話の続きみたいなもんです。で、その前に今日の6時半から、ライブをやります。これはハイブリッドの集会で、札幌でやる集会ですけど、ライブで中継をします。ちょっと今までと違う突っ込み方の北朝鮮対策、考えてみたいと思いますので、ぜひご覧ください。さて、で、選挙の話。北朝鮮の選挙はどんな選挙なのかと、今でも変わってなければということなんですけども、おそらく変わってないと思います。北朝鮮の選挙ってよくですね、98% 投票、100% 賛成とかいうのが出るんですけども、なんでそうなるのかということですね。北朝鮮もまあ選挙はやります。国会議員にあたる最高人民会議代議員選挙、ね。この点は中国よりも進んでるといえば進んでると言えないことはない。ただし、北朝鮮の場合は一つの選挙区に候補者は一人、労働党が決める候補者一人しかいません。そうか。じゃあ、信任投票なのかというふうに思われると思うんですけども、まあ信任投票といえば信任投票ですが、投票所に入るとですね、投票用紙を渡されて、その投票用紙にですね、賛成の人は何も書かずにそのまま投票箱に入れると。で、反対の人は反対って書く場所があって、そこで反対というふうに書いてですね、で、そして投票箱に入れるということですから、誰が反対したか当然すぐに分かってしまいます。で、反対なんて書いた人間がいればですね、その人間は当然、投票箱に票を入れた途端に、捕まってどっか行っちゃうわけで、まあそんな人がいるはずはありません。ということでですね、まあ投票、賛成率 100% という選挙になるということです。まあこんな選挙をやったってしょうがねえじゃないかと思うんですけども、まあ一つは住民の管理のために、必要だということと、あと北朝鮮ってやはりですね、まあ韓国へ対するこのコンプレックスみたいなのもあるんだと思います。だからうちでも選挙やってんだぞということをですね、言わなきゃいけないっていう、なんかそういう脅迫観念みたいなものもあるんじゃないでしょうか。で、やってるということですね。で、さてじゃあ、選挙ってどうなったらばいいんだろうということなんですけれども、例えばですね、買収競合ですとか、まあ、いろいろ、選挙違反ありますね。例えば、まあ、日本だったらば、そのポスターの掲示上の、決められた番号以外のところに、例えばポスターあれば当然選挙違反になる。こういうのは、いわゆる形式違反、と言われまして、つまり、まあ、ルールですよね。100メートル走の時に、号令が鳴る前に走り出したらこれはいけないわけで、まあそういうようなルール。あとまあその実質犯っていうんですか、要はまあ買収とか普通考えたって悪いだろうというようなこと等々あるんですけども、まあみんな大抵スレスレぐらいのところでですね、やってます。スピード違反と同じようなもんでですね、40キロの道全部が40キロで走るわけじゃありません。まあ50キロであえて走っても大丈夫だろうなという時はそれぐらいですし、まあそれぐらいやったらばおまわりさんも見過ごしてくれる、と思うんですけども、まあそういうようなものの中でやります。だからどうやったってですね、100% 公職選挙法にもう守った選挙なんてできるはずがないと思います。まあ一生懸命抜け道探し、そして、わかんなきゃ悪いこともやるかもしれないということなんですね。で、それでも選挙はやっぱりやった方がいい。100% 綺麗な選挙までできないのであれば、まあそういう中で可能な限りまともにしていくということしかありません。で、基本的には、この民主制度っていうのは、この選挙において、一つは秘密投票です。つまり、さっきの北朝鮮みたいに、賛成したか反対したか誰に入れたかって分かるようなものではですね、これはもう根本的に問題がある。それからもう一つは、自分の一票がですね、他の票と同じに数えられるということです。これはいわゆる一票の格差とちょっと違うんですね。同じ選挙区の中で、例えば東京十何区とかですね、そういう選挙区の中で自分の一票と他の人の一票の差があっちゃいけない、ということです。
で、その二つがですね、できていれば、まあ、これで基本的に私は、民主制度というのは実現しているというふうに思います。だから、秘密投票で、そして自分の一票が、他の同じ選挙の人の一票と同じように数えられるということさえあればですね、それが先ってあんまり多くを望んでも、仕方がないんじゃないだろうかなという気がいたします。ただし、私は今言われている一票の格差の問題というのにはですね、ちょっと疑問がありまして、あれやることでですね、例えば参議院なんか、島根と鳥取とか、高知と徳島とか、同じ選挙区にしちゃってますけどね、で、あるいは一つの県の中でも、もうめちゃくちゃな選挙区割りになってしまうと。で、そうすると、確かにその一票の格差の是正には近づくかもしれませんけども、逆にですね、その地域の代表としての、まあ、コミュニティみたいなものまでですね、崩してしまう部分があるのではないだろうかと。そこはなんかもうちょっと別のやり方でカバーすると。まあ、そういう意味で言うと、中央選挙区制の方がカバーしやすいんですが、そういうふうにした方がいいんじゃないかなとは思います。で、まあ、ともかくいずれにしても、どんな制度にしたって、絶対に欠陥はあるんで、それをですね、直し直しやっていくしかないだろうと。で、根本的に北朝鮮の選挙みたいなことにならなければ、まあ、良しとすべきではないかなという感じがしている次第でございます。まあ、本当は北朝鮮でもですね、選挙で最高指導者選んでもらいたいですね。で、それで、金正恩が、本当に、最高指導者として、当選して、で、るんだったらば、その金正恩と、まさに岸田さんは条件をつけずに向き合ってもらうべきだというふうに思います。そうじゃなかったらどうするべきかというのは大体皆さんご想像にお任せしますけども、まあ選挙というのはいろいろ問題ありますが、まあともかくですね、ちゃんと原則を守れば、それで、まあ大体良しとすべきじゃないかという、まあそんなお話でありました。今日のまた札幌のライブ、ぜひご覧ください。今日もありがとうございました。